北川区市北川の一から1918年8月3日は、明治期の政治家、実業家、衆議院議員、初代宇治山田市長、旧姓、後藤、陽名、米次郎、伊勢国滝郡大淀村に、後藤勝右衛門の次男として生まれる、漢学を学び、後北川家に入り向こうした、1874年古町となり、翌年には、 バック取締県権一取締となった。1879年30県会議員に選ばれ、副議長となり、1885年同議長となった。1890年の第1回衆議院議員総選挙で、三重県大国において、大政会から立候補して当選した。しかし、翌1891年に辞職、政界から去った。その後は、 実業界に展示、米国取引所や山田銀行の設立に参加。重役となる。1897年山宮鉄道を設立し、社長となる。1908年1月2時山田氏の発足により、初代市長に就任した。市長在任中は、市役所や病院、学校の建設、道路や鉄道の整備、産業の振興に力を入れた。 市長職は1913年1月まで務めた。1918年8月3日に死去した。ありがとうございます。